高尾山の一高山は神奈川県横浜市緑区長津田町にある緑区の最高峰である。多摩丘陵の中ほどに位置し、山頂には一等三角点が設置されている。また、山頂に飯綱神社が祀られている。周辺には東京工業大学鈴鹿家台キャンパスや、東名高速道路横浜町田インターチェンジ周辺の倉庫などがあり、周囲の市街化が進んでいる。 山頂には、1882年に、参謀本部測量家によって定められた、相模屋規制を用いた、日本全土の三角測量に利用するための、三角点が設けられた。現在も一等三角点が設置されている。郷土史研究家の調査によると、この神社に関する最古の記録は、長津田の伏線寺に保存されている、古文書の高尾山イーズ根源再建300人。 五馬港であり、この記録によれば、再建資金を集めるために1806年に港が、発足し、建物が1814年に完成したとされている。横浜市は、高尾山山頂から、積雪期の丹沢山地や富士山を眺めた風景を、高尾母雪として、長津田重景の一つに指定している。横浜市が、緑区役所などで配布している、長津田歴史探訪マップには、 高尾山が含まれた散策ルートなどが紹介されている。最寄り駅は、高尾山の北側を通る、国道246号を挟んだ向かい側にある、東急田園都市線の鈴鹿気台駅である。また、長津田駅から、神奈川中央交通東の鶴江市、京都長津田駅南長津田団地、岡部屋時計由から、南町田グランベリーパーク駅行きの路線バスを利用し、 山頂付近にある高原停留所を利用することもできる。ありがとうございます。